レイコップ、ジャパン株式会社は、布団クリーナー等を製造販売する、レイコップコリアの日本法人である、リマコトススムが家業を継ごうと帰国したとき、父の会社、ブカンセムズワ・アイリバーなどへの MP3 プレイヤー OEM 事業の不振に、あえいでいた。意志でもあったリは、事業の立て直しのために健康関連の家電製品を企画することとし、2007年3月に、 世界初の除菌機能付きシング専用掃除機、レイコップを製品化した。同年、日本での販売も始めたが、マーケティングを代理店に任せたため、開発当初の健康家電というコンセプトが伝わらない。いつしか、まな板をも除菌できる、汎用クリーナーという扱いとなり、無名の製品は苦戦することとなった。そこで2012年に、日本支社と反社を東京に置き、 リブランディングすることで再参入を試みることとなった。ジャパネット高田代表取締役の高田明は、自身の年齢が70歳に近づき、若い世代に事業を承継し次のイノベーションを託す、日も近いと考えるようになっていた。そこで、2期連続で大幅な減収減益が不可避となった2012年に、高田は大胆な社内改革に着手した。東京に、 本社機能を分割したオフィスとスタジオを新設し、佐世保の本社と売り上げを競わせた。また、平成25年期に過去最高益を出せなければ、社長を辞任すると宣言し、不退転の決意を見せた。その東京オフィスが、佐世保と違うものとして、再移植期に販売したのが、イコップだった。ジャパネット高田は、過去にもレイコップを取り扱ったことはあったが、全く売れなかった。 しかし、ギラのリブランディングに注目し、再度扱ってみることとした。東京オフィスが取った手法は、レイコップを、はっきり布団専用と銘打ち、レイコップのみをじっくり1時間かけて説明した番組を放送するという前例のないものだった。それが功を奏し、レイコップは2012年の年末から爆発的に売れ始めた。レイコップのヒットは、高田が示した過去最高益達成に大きく、 貢献しただけでなく、リにとっても日本市場での成功を確信できる、ものであった。リは、翌2013年2月に、日本支社と反社を、日本法人レイコップジャパンに改組し、今後の製品開発に、日本市場も考慮できる体制を整えた。レイコップの日本市場での販売類型は、リブランディングからわずか2年弱で100万台を超え、その約3分の2をジャパネットタカタが販売していた。 日本市場での販売は2007年から開始している。2013年2月のレイコップジャパン設立前後まではヤーマンやシネックスインフォテックが販売代理店をしていた。日本国内販売類計台数は2017年12月時点で約490万台である。レイコップジャパンは2019年5月15日、20日前の4月24日に発売した。 スティッククリーナー RHC-300JP 及び RHC-100JP の2機種について延長パイプ着脱部の接続不良及びパワーヘッドのブラシ回転不良があったとして自主回収を発表した。ありがとうございます。